おしゃれ靴が履きたい。私外反母趾なんだけれども、たまには機能的な靴ばっかりじゃなくて、おしゃれ靴が履きたいんだけれども、足が痛くなっちゃうのよね、どうしたらいいですか、というお悩みです。そうですね、靴を一口に言うと、はい、非常に履き心地が楽な機能的な靴というのと、うんうん、それからおしゃれな靴ってちょっと部類が違うものがあるんですね、はい、そうですね。でおしゃれな靴っていうのは、うん、どうしてもそこを薄くしたりだとか、かかとがついたりだとか、つま先を細くしたりだとかしていくので、うん、特に外反母趾のように親指の付け根が痛い方にとっては、うんうん、なかなか靴選びというのは難しいと思うんですけども、うん、それでも、足のことを考えたおしゃれ靴というのを選んでいただければ、うんうん、今お手持ちの靴よりも、はい、点数の上がった靴を履いて歩くことはできると思います。ただし、うん、その同じ時間、はい、機能性の靴と同じ時間を履くということはやっぱり難しいですからね、はい、そうですね、だからちょっとお友達とお茶飲みに行くときにちょっとおしゃれな格好をして、そんなに歩かないんだけど、はい、この程度の時間だったら履けるなっていう、うん、そういう靴を選ぶっていうのはとても大事なことだと思うんですよ、はい、要は履き分けをしてあげるっていうんですかね、はい、そうですね、はい、履き分けの知恵をつけるということがおしゃれな靴も履けるという、そういうなと思います、はい、ポイントになります。外反母趾でもおしゃれ靴も履きたい、機能的な靴も履きたい、はい、そんな方のお悩みにミキが一生懸命お答えします。楽におしゃれもして楽に歩きたいという方はぜひミキヤにご相談ください、はい。